皆さんこんにちは。今日からはですね、新しいシリーズを始めようかと思っていて、そのシリーズの内容としては、毎回新しい、皆さんもしかしたら知らない、あんまり人気ではないアニメを紹介したいと思ってます。目的はあんまり注目度が熱くないから、みんな知らないかなって思っていて、まあ、俺が見て楽しかったなっていうものを、より多くの人にその楽しさをシェアしたいなっていうふうには考えてます。このシリーズで紹介するアニメの中で、もしかしたら皆さんはそれ人気ちゃうとか、昔は人気だったとか、そういうアニメはあるかもしれないんですけれども、まあその時はそうだったかもしれないし、俺と違う認識はあるかもしれないんだけれども、まあ、必ず知らない人はいると思うので、紹介したいなっていうふうには考えますね。では今日紹介したいアニメはマギっていうアニメですね。マギはアクションでもあり、アドベンチャーでもあり、コメディでもすごく面白いマジックのシステムもあります。あと一番面白いと思うのが設定ですね。とてもユニークです。他のアニメで砂漠という設定はあんまりないと思います。というか完全にアラビアっていう感じです。そしてキャラクター名はアラジンとかのアニメ、アラジンのカーツーン映画を見たことある方は、もしかしたらちょっと聞いたことあるかもしれないです。というのは、メインキャラクターの名前もアラジンやし、もう一人のキャラクターの名前はアリババ、もう一人はシンドバードです。アラビアの伝説について興味ある方にとってはものすごく面白いです。もうそれだけではなくて、ただ神聖の設定を見たいっていう方にとってもいいと思います。しかしながら、ハッピーなことだけではなくて、マギはとても暗いところもあります。というのは、一人の主人公は実はスタートのところで、奴隷をやっています。その他にもものすごく人に残酷なことをされるような映像もあるし、非常にかわいそうなことも行っています。もちろんこのアニメの中でもグッドサイドといわゆるバッドサイドっていう考え方もあります。で、そのグッドサイドとバッドサイドの考えについては、一番おそらく定番のところだと思うんですね。このストーリーは実は例えると、スターウォーズのライトサイドとダークサイドにちょっと似てると思います。しかし、このライトサイドとダークサイドについて知るようになる方法は、少しずつそのマジックシステムについて分かっていくことです。最初は実は全く魔法については分からず、少しずつ何話ずつ魔法のシステムについてキャラクターと同時に知っていきます。そしてその後にまたダークサイドについてはやっと分かるようになります。それまではちょっと不明なことになっちゃうんですね。で、こちらの番組の長さなんですけれども、パート1が25話ありまして、その後には何パートもあるんです。ちなみに私はまだパート1を今終えたばっかりで、あんまりにも面白くて、このシリーズを始めたいなっていうふうには思いました。私は一番アニメの中で何がいいかっていうと、キャラクターと設定ですね。そしてキャラクターもすごく面白いです。キャラクターの中ではバッドキャラクター、その悪党はどれだけ面白いかが肝だと思いますね。なので嬉しく、マギの悪い悪党のキャラクターもうすごく面白いバックストーリーがあります。のバックストーリーがあって、こういうひどいことをされたとか、こういうことを見てきたので、こういう考え方を持っているっていうことは見えるので、とても三次元的な性格を持っていると思います。この番組のキャラクターデプス、どれだけの、性格が濃いか、人間らしいのかっていうのがとても豊富だったので、もっともっと知りたいっていうふうには考えました。そして俺はまだ一部しか見ていないので、もうこれから2部3部どれぐらいあるのかはまだ確認してないんですけど、また見ていきたいなっていうふうには考えているので、とりあえずこのビデオはこの辺にしますけれども、また面白かったらフルシリーズについてまたレビューをやろうかなっていうふうにも思いますね。このようなアニメ紹介のコンテンツは面白かったらコメントの方で教えてください。またもう少し細かく話して欲しかったか、それともこの程度の浅いレベルでは良かったのかを教えてください。では面白かったらいいねと、もっと見たかったら登録もお願いします。では次まで、おきに。